おはようございます。いきちゃんでございます。いや、今日は寒いんですけどね、ちょっと部屋の中がもう、かなりちょっといろいろ岡山市長の準備で、バタバタしてて、ちょっと外でやるということで、寒いですわ。まあ、とにかく。まあでもね、昨日、一昨日、結構また新たなお客さんもいらっしゃったり、まあ、昨日の夕方5時ぐらいにピンポーンって言っていらした方が、まあ、なんとなんと、以前のですね、まあ、兄散歩の時の、川崎のストレーシープの、動画を見ていただいて、まあ、なんか、このメダカ層を探していただいているようで、で、チャリンコでいらっしゃったっていう、76歳かな、方なんですけど、まあ、お元気お元気。高津で、いわゆるそのスポーツクラブをやってらっしゃる方で、会員の方が1000人ぐらいいらっしゃるっておっしゃったかな。で、結構ね、もう服好きでですね、奥様からはなんかこう脈絡がないんで、もっとちゃんと私のところで服を作ってもらった方がいいよ、なんていうところで、昨日は下見にいらっしゃった、みたいなこともあったし、まあその前はですね、群馬からいらっしゃったり、まあ、もしくは埼玉からいらっしゃったり、まあ結構バタバタの状態でございます。はい。まあおかげさまでこの、まあ、今週の、金曜日からスタートする岡山のブルークさんの、トランクショーも、まあ大方ですね、準備が、まあできつつあるかなというところですけど、まあ前回の、金曜日にも申し上げたように、なんつってもね、ちょっと人が足りなすぎちゃって、まあアシスタントの方はもう急募っていう感じなんですね。まあ男性でも女性でも、まあやっぱりクラシックな服を好きな方がいいなと思いますし、まあできれば、多少こうアパレル経験の、まあこれは生産でもいいし営業でもいいし、まあもちろん企画でもいいんですけど、まあそういう方で、私のちょっとアシスタントをやっていただく方がいらっしゃったら、ぜひ、ご応募ください。お待ちしておりますんで、はい。今日はですね、コメントいただいてるのは、HHTT さん。この方は、実は私は今、海外駐在しています。コロナの影響で日本に、帰省もできないのですが、先生の動画を見て、どうしてもスーツが作りたくなって中国で人生初のスーツを作りました。思った通りには、上がったのですが、クラシックスタイルで、トラウザーズの、ウエスト位置が高いので、ブレイシスをしなければならないのですが、これまた人生初のブレイシス。既製のスーツしか着てこなかった私は、ブレイシスのコーディネートがいまいちわかりません。グレーのフランネルスーツなので、アルバーサーソンのグレー地の、にネイビーのラインのものを購入して使用していますが、イクちゃん先生はブレイシスのコーディネートはどのようにされてますか？また何本ぐらいお持ちですか？先生のコレクションもご紹介いただけたら幸いですと。これまた楽しみにしておりますので、お体を、くれぐれもご自愛くださいという、ありがとうございます。中国にいらっしゃるんですね。はい。まあ、ブレイシスはね、まあ、ちょっとストライプ買っちゃったならしょうがないけどね、基本は絶対無地です。無地のブレイシスをしてください。はい。ストライプというふうにおっしゃってるけど、まず無地をしてください。で、基本的にブレイシス自体の選び方は、まあ、これ私の私物なんですけど、お持ちのやつはこれですかね。グレイ。グレーの、ちょっとまあ、ライティングでちょっと少し白っぽく見えると思いますけど、グレイ。もしくは茶色ですよね。茶色。茶色。もしくは、ネイビー。これが、まあ、フォーマルの時はこれは黒ってことですよね。まあ、この辺のね、基本をお持ちいただくといいと思います。で、まあ、遊びで持っていただいてもいいのは、この赤ですね。で、ブレイシスの仕方自体は、まあ、いろんなのがこう挟むやつとかいろいろあるんですけどね、まあ、基本はこういうレザーの、こういったまあ、レザー使いのものをしていただけるとよろしいかなというふうに思います。まあ、夏場は麻でできているものもありますし、まあ、私はもう年間フェルトという、いわゆる一番こうフランネルの密度の高い、いわゆるフェルト状態の一番の基本の木、まあ、これがもう一番、まあ、1年通してやってますけど、こんなブレイシスで、
で、まあ、ブレシス自体の止め方ってことなんですけど、やっぱり引っ張っていくとね、おっしゃられる通りね、クラシックってね、股上深すぎますよね。で、私の場合は、股上がある程度深くは作るんですが、やっぱり、ブレシスなしでも履ける。まあ、もしくは、ブレシスしても履けるという、両方で股上の設定をですね、微妙なバランスにしてます。ですから、まあ、いわゆるブレシスがないときは、脇にサイドアジャスターがついておりますので、サイドアジャスターで調整していただいて、お履きいただければよろしいかなというふうに思います。はい。いかがですか？お分かりいただけました？まあ、また、もし、まあ、日本に戻りになるときがあれば、お待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。はい。それでは、良い1週間をお過ごしください。チャオチャオチャオ。チャオ。